バヘア、または、ベルナルド・エルナンデスとして認定されている生ハムを製造している。1930年代に設立され、現経営者は3代目である。現在、カスティーリア・イレオン州の主要企業300社のうちの一つとなっている。3年ごとに開催される。 食肉に関する重要な国際見本誌、イフにおいて、2001年と2004年に米を倒ろオとして入賞した。そして、彼らの製品の中でも、最高級品の金のベジオタは、2007年と2010年の、過去2回の同県本誌において、世界で最も優れた生ハムとして認知された。ギフエロにあるバヘアの設備。 ギフエロにあるバヘアの設備での保存加工のための倉庫。1930年代当初、ベルナルド・エルナンデス・ブラスケスが豚肉製品の商売をはじめ、家族の経験も集積し、この分野に統合した企業を設立。70年代には、設立者の息子である、ベルナルド・エルナンデス・ガルシアが後を継ぎ、自社農場でのイベリコ豚の飼育を開始した。現在は、 彼の息子たちにより企業が運営されており、この部門において市場の2%を占め優れた6企業のうちの一つとなっている。現在はすべての大陸の30以上の国に輸出されている。主要な輸出先は欧州連合圏内すべてロシア、ブラジル、オーストラリア、日本、韓国、香港などである。2010年には 19,500平方メートルに達する新しい設備が創始され、この DO の生ハム部門で高さのある倉庫が存在する中、唯一となる8メートルの高さを誇っている。バヘアの DO と認定されたベジョータの生ハムとソーセージの展示。バヘアは完全な生産過程、辞書にて豚の飼育から生ハムの手作業によるカッティングまでを及び、 これにより、金質の製品を獲得し、霊肉とソーセージ、すべての範囲で、認知されている。バヘアのベオタオロは、イフデリカ2007年と2010年の定期誌にて、世界で最も有料なハムとして選出された。ハモンイベリコはスペインのみで作られる黒豚イベリア種の、生ハムである。スペインではパタ、ネグラと呼ばれることも多い。 以下が主に国際的に承認されたものの間で、際立っている。ありがとうございます。